レオン・バクストによる初演時の衣装デザイン、セイ・セバスティアンの殉教、または、セイ・セバスチャンの殉教は、イタリア人作家ガブリエーレ・ダヌンツィオとの合作によって、クロード・ドビュッシーが作曲した劇音楽。語学の神秘劇と名打たれている。1911年の1月から5月にかけて、作曲された記念碑的な大作である。 聖人セバスティアヌス役を演ずることになっていたイダルビンシュタインのためにダヌンツィオは3938行ものフランス語の詩を作り出した。ドビュッシーはこの骨の折れるような台本の山のために合唱曲とオーケストラの感想曲、アリアを作曲したものの上演に4時間を要する擬曲に対して1時間程度の劇音楽しか作曲できなかった。 時間の制約のために、親友、アンドレ・カプレを助手に迎えて、オーケストレーションを手際よく進めた。1911年5月22日に、パリシャトレザにおいて初演され、カプレが指揮を取った。初演は、騒動に発展した。ユダヤ系のロシア人女性であるイダルビンシュタインが、軽装で聖人を演じることを理由に、パリ大使レオニアドルフアメットが、 その干渉をすべてのカトリック信徒に対して禁止したのである。その後はダヌンツヨの著書が教皇庁の近所に書せられた。干渉の反応や評論家は5時間を超える上演時間の長さなどについてあからさまに否定的だった。聖セ,セバスチャンの純教が原型のまま演奏されることは滅多にない。干渉的で上絶な世紀末的な ダヌンツヨのテクストにおそらくその原因があるのかもしれない。台本は後にドビュッシーの友人、ルイ・ラロワが手を入れ、さらにベラコレーヌの改訂を経て、2時間足らずの縮小版が作成された。ドビュッシーは本作をオペラに改作することを考え、ラロワと共同で計画を進めていたが、詩によって実現することはなかった。本作は現在では、 主に以下の二つの形式によって上演されている。大人幕ゆりの庭弓人の長セバスティアンは、囚われのキリスト教徒であるマルクスとマルケルスの双子を励まし、神に証を求めて天空に矢を放つとそれは落ちて、来ない。セバスティアン。何時は少子人なりと呼ぶ声が聞こえ、群衆は奇跡だと叫ぶ。放悦に満ちたセバスティアンが踊ると、双子や合唱は、 神の栄光を称える。やがて天使たちの合唱が歌われ、歓喜と神への賛美に包まれて、幕を閉じる。第二幕魔法の部屋セバスティアンが、星占いの部屋に入ると、イカルスの娘、エリゴーヌの歌が聞こえ、やがて熱病に苦しむ女が登場する。セバスティアンが彼女の胸から布を剥ぎ取ると、それは、キリストの死意の一部で、キリストの面影が現れる。 天井の声、聖母、マリアの歌声が聞こえる。聖堂の扉は開き、天井の声が、高らかに歌われて、幕を閉じる。第三幕以降の神の宗教会議宗教会議の場で、皇帝はセバスティアンに、アポロン人を崇めるよう命ずるが、セバスティアンはそれを拒む。ラクシュがアポロンへの昇華を歌うと、セバスティアンはそれを遮り、キリストの受難を語り踊る。 途中で失神したセバスティアンが蘇ったのに人々は驚き、皇帝は彼を神々の列に置く名誉を与えようとするが、セバスティアンはそれを投げ返す。セバスティアンは処刑を言い渡され、悲しみを歌う合唱の中、形状に惹かれてゆく。第四幕傷ついた。月経樹月経樹に縛り付けられたセバスティアンは、神秘的な体験をしながら、肉体に矢を受ける。 泣きを映すため、その体を動かそうとした女たちは、矢がことごとく月桂樹に立っているという奇跡に驚く。第五幕天国セバスティアンの魂は、天国で殉教者や天使たちに迎えられる。そのことへの喜びと神への賛美が、歌と合唱と、歓言楽によって奏され、アレルヤを多彩に繰り広げて早朝に全曲を終える。アンドレ・カプレによる、 公共組曲形式の抜粋版。ドビュッシー没後の1924年11月15日に、ガブリエル・ピエルネの式によって、ようやく初演された。ユリの庭放悦の踊りと、大一幕の終局受難予き羊会以上の4、楽章に、劇音楽から吹奏楽のファンファーレを抜粋して、加えて演奏することもある。ピッコロに、フルートに、オーボエに、コーラングレイチ、 クラリネット3、バスクラリネット1、バスーン3、コントラバスーン1、ホルン6、トランペット4、トロンボーン3、チューバ1、ティンパニチェレスタ、シンバル、大太鼓、タムタム、ハープ3、弦楽5部。ありがとうございます。